バスは大量の旅客輸送を目的に設計された乗り物である。最も一般的なバスは1階建てバスのリジットバスであり、より大規模な積載人数の2階建てバス及び連接バス、より小規模な積載人数のミディバス及びマイクロバス、長距離サービスには高知が用いられる。都市交通バス及び都市間バスのように、多くの種類のバスが運賃を設定している。 一方、小学校及び中学校のスクールバスまたは、中等語教育キャンパスのシャトルバスは運賃を設定しないことが多い。多くの地域において、バスの運転士になるには、通常の運転免許に加え、特別な免許が必要とされる。ロンドンの乗り合い馬車1882年、ドイツのエレクトロ元トロリーバスバスの起源は17世紀に、 フランスのブレイズ・パスカルが考案した、ゴソルの馬車と呼ばれる乗り合い馬車である。乗り合い馬車は全部に馬を操縦するための運転席を、後部に自民を輸送するための客室を備えていた。比較的安価な運賃で利用でき、一定の経路を時刻表に従って運行するなど、現代のバスと共通する特徴を持っていた。なお、筋馬車がタクシーの起源である。 現代まで続くバスの起源であり、かつ、バスの名の由来となったのは1826年に、フランス南都で運行を開始した乗り合い馬車である。南都郊外で、公衆浴場を経営していた、退役軍人、スタニスラス・ボードリーは、南都市の中心部と浴場の間で送迎用の馬車を運行していた。ボードリーは、 市民が彼の馬車を浴場へのアクセスとは無関係な移動の手段として利用していることに気づき乗り合い馬車の事業化に専念することにした。同様の交通機関はオムニバスの名とともにパリ、ロンドン、ニューヨークなど世界中に広まった。1831年イギリスの発明家ゴールズ・ワージー・ガーニーが ロケット号の発送に触発され、蒸気機関を搭載した蒸気バスを何台か製作し、チェルトナムとグロスターの間を走らせた。しかしこれは乗り合い場車業者の反発にあって、すぐに撤退。同年、ウォルター・ハンコックが、ロンドン市内でこの蒸気バスによる乗り合いバスの運行を開始し、その後5年間にわたって営業していたとされる。1882年には、 ベルナー・フォン・ジーメンスが、河川からの電気を動力とする、エレクトロ元を試験運行した。その後各国で、電気トロリーバスが用いられた。1895年には、世界初の内燃機関バスまたは、エンジンバスが用いられた。バスの車両は馬車によるものが19世紀末頃まで、一般的であったが、自動車が発明されてからはもっぱら自動車が用いられる。 ことが多くなり、20世紀に入ってからは、世界的に自動車によるバスが一般的となった。同一のデザインが世界中に現れ、バス製造は次第にグローバル化されている。21世紀初頭には圧縮天然ガスまたはバイオディーゼルと同様、ハイブリッド、電気バス、燃料電池バス、再び電気バスへの関心が高まっている。日本のバス、 バスの語源は、ラテン語で、すべての人のためにという意味のオムニバスから来ている。スタニスラス・ボードリーが、乗り合い馬車事業を始めた頃、なんと中心部のコメルス広場には、オムネという帽子屋があり、オムネス・オムニバスという看板を掲げていた。この看板が、馬車乗り場の目印ともなったことから、馬車の方も、オムニビュスと呼ばれるようになり、 みんなのための車というボアトゥールオムニバスという語が生まれた。ただしこの由来に関しては異説もある。乗り合い馬車、オムニバスの語源を参照。後にオムニバスが英語読みで短縮されてバスとなった。本校では主に自動車によるバスの車両について解説を行うが、一概に自動車といってもいくつかの分類がある。主な分類としては、 エンジンの配置によるものや、内装、とりわけ床の構造によるもの、使用する動力によるものが挙げられる。オーストラリア、シドニーのバス。大阪乗り合い自動車の電気バス木炭バス内燃機関や、電力が主流。多くは内燃機関を用い、軽油内脂はガソリンなど、石油生成物を使用する場合が多い。通常は軽油を燃料とした。 ディーゼルエンジンが使われる。また、日本の場合バス車両はどうしても出荷台数が少なく、専用に投資を行った際に採算を取ることが難しいものであり、従って自動車メーカーはエンジンやトランスミッションについてはできるだけ、より出荷台数の多いトラックとの部品の共用を図っている。大気汚染を防ぐために天然ガスや エタノールなどの代替燃料を使用することが少なくない。その場合タンクを天井に設置する必要性から強度や重心の問題から難しかったが新しい鉱材の使用や天然ガス、エタノール供給施設の増加などにより問題が解決され徐々に普及が広まっている。日本では石油燃料が統制された第二次世界大戦期及び 戦後の混乱期に木炭を利用した木炭バスや蓄電池を動力源とした電気バスなどの例があるが、後に石油燃料の供給が安定化したため廃れていった。大気汚染対策等の観点から、後に蓄電池を動力源としたバスが再び使用される。バスの黎明期には蒸気機関を動力として使用する蒸気バスも使用されたが、 徐々に出力重量比の優れる内燃機関の性能、信頼性が向上したことで20世紀初頭に廃れた。2009年、東京都市大学が水素燃料エンジンを搭載したバスの開発に成功した。日本自動車研究所の技術審査を通過して国土交通省からナンバープレートを取得し、水素エンジン搭載バスとしては、 日本初となる行動での走行が可能となった。現在は、同大学のキャンパス間を移動する、シャトルバスとして使用されている。道路上に張られた河川から取り入れる電気を動力とし、電動機で走行するバスは、トロリーバスと呼ばれる。なお、日本の法令では、トロリーバスは無軌道電車と呼ばれ、路面電車と同様に鉄道として扱われる。現在、 日本国内にあるトロリーバスは専用道を利用するもののみであり、一般行動を走行するものは存在しない。馬力は300から500馬力程度で重量でははるかに軽い高級乗用車より同じか少し上といったところであるが、トルクは低速回転でも十分出るようになっている。エンジンの位置は大きく分けて、 車両全部にあるもの、車両中央の床下にあるもの、車両後部にあるものの3種類に分類できる。エンジンの位置は自動車によるバスが登場してからかなりの長い間はすべて車両全部にあった。これは乗り合い馬車の全部に馬、後部に客室という構造に由来し、ボンネットバスとしてバスの主流であった。ボンネットバスは運転席より 前のフロントの部にエンジンを設けており、乗用車のようにボンネットにエンジンが格納されている。ボンネットを開けることでエンジンを管理できるため、保守や点検が容易であり、扱いやすいだけでなく、エンジンの駆動音が客室に響きにくいため静音性が高い。しかしボンネットが前面にあることで、その部分に旅客が積載できず、多くの人員を輸送することを考えると、 空間的に無駄が生じていた。バスが交通機関としての地位を獲得した頃、一部のバス路線では大量の需要が生じ、輸送力が限界となっていた。それだけでなく道路でも渋滞が起こるなど事情が悪化していたため、一台のバスでより多くの人員を輸送することが求められた。そのため全面に大きく場所を取っていたエンジンや各駆動機関の位置を見直し、 旅客空間を拡大する試みが行われた。キャブオーバーバスは、その結果開発されたバスの種類であり、乗車定員を増加させるために、ボンネットの横に運転席を設け、その後ろの車体すべてを客室化したものである。これによって空間が拡大し、従来より多くの旅客を輸送できることとなった。しかしエンジンはカバーをつけて覆っただけのものであったため、 客室への騒音やエンジンの放熱の面では不利であった。そこでセンターアンダフロアエンジンバスと呼ばれる種類のバスが開発され、車体中央床下,下に水平式のエンジンを搭載した。この種類のバスでは完全にボンネットに相当する突起がなくなったため、バスの寸法の大部分を客席にすることができた。しかし、車体中央にエンジンがあるために、 メンテナンス上の問題やシャシーの強度に関して、やや劣る面があり、また中央部に扉を配置しにくい欠点もあった。リアエンジンバスはエンジンを最後部に設けたものであるが、エンジンの配置の面から見ると、最も登場が遅く、1950年代になってから開発された。これは、リアエンジンリアドライブ駆動を採用しており、フレームレス構造の普及に合わせて普及した。 路線バス用としては、1960年代以降、水平式エンジンを採用した、リアアンダフロアエンジンバスが登場する。この方式は、エンジン直上まで座席を設けることができるため、室内空間の拡大につながり、その後の主流となる。しかし、後述する低床化のため、床下にエンジンを設けることができなくなり、エンジンの設置方法に、 様々な工夫がされるようになる。なお通常の自動車で、一般的なフロントエンジンフロントドライブ、いわゆる FF については、これを採用すると運転席周りが狭くなるなどする。ほか、前輪への荷重が課題となり、走行性能に悪影響を及ぼす恐れがある。車体構造1930年代までは、フレーム状に車体を作る方式であったが、 1950年代以降、車両の大型化により、フレームを排して、車両外反と骨格を、リベットで固定し外反にも、強度を負担させるモノコック構造が主流となった。この技術は、航空機製造技術を応用できるため、第二次世界大戦期の航空機製造技術の向上と、相まって発展していった。日本では、 第二次世界大戦の終戦後に航空機の開発、生産が禁止されたことで航空機技術を取り入れたバス製造技術が発展した。その後1970年代後半からは、車体骨格と外反を単に溶接のみで貼り合わせ、骨格だけに強度を負担させるスケルトン構造が採用された。スケルトン構造はモノコック構造に比べて軽量であり、 騒音や振動が少なく、また外反が強度を負担しないため車体外側に荷物入れや乗務員仮眠室などの大きな開口部を設けることができ、リベットがないため洗練されたスタイルの車体になるなどの数多くの利点があることから2008年現在ではこのスケルトン構造が主流になっている。その後バスを2台分つなげてしまう連接バスも製造された。 2007年に上海で北京オリンピックのために製造された BRT バスは3台分繋げたもので全長25メートルにも及び収容可能人数は302まで達した特殊車両バスの車両は室内空間が大きいことから広い空間を必要とした目的の車両に改造されるベースとなることも多い移動献血者移動図書館などが挙げられるが これらは時にトラックなどをベースに改造されることもある。詳細は各車両の記事を参照してほしい。座席配置用途により様々であるが通常中央の通路を挟みその両側に数と掛けまたは二人がけの前向き座席が配置される。車両の構造などによっては窓を背にする 横向き座席や進行方向に向かって後ろ向きの座席が設置されている車両もある。また、居住性の改善のために通路を2列として独立した3列の前向き座席の配置例も見られる。なお、中国など国土面積が広く、なおかつ航空機利用が一般に浸透していない国では、 2から3段式の寝台を進行方向と平行に設置した寝台バスが用いられており、全工程で3から4日を要する長距離輸送に用いられている。日本の夜行高速バスでもフルリクライニングシートやスリーピングシートと呼ばれる睡眠を前提とした設計の座席の採用例はあるが、座席が完全に平坦になるわけではない。 座席収容数を大幅に増加させるため、2階建てのバスも存在する。床構造2階建てバスもともと路面から床高さは 900mm 程度が、標準で、ドアステップは2から3段のものが多かった。しかし、乗り合い用途では乗降の改善のために、さらに床の高さを下げる努力がなされた。まずは、サスペンションの高さを下げることと、 低偏平率タイヤを採用することで2段ステップでの低消化が進む。これは最終的に1段ステップ、床高さ5 0 0、mm、トル前後のワンステップバスに改良された。さらに、エンジン及び動力伝達機構の工夫でステップなし、床高さ3 0 0、mm、トル前後のノンステップバスが実現する。なお、日本においては2000年に交通バリアフリー法が施行され、 ノンステップバスの導入が進んでいる。また、運転台周辺は、前方視界やサバイバルゾーンの確保のため、床面のかさ上げが施されていることが多い。一方、貸切用あるいは、長距離路線用の車両は、乗降性を気にする必要性が薄い。このため、逆に、客席床をかさ上げすることにより、視界を良くしたハイデッカー車が多数製造された。 ハイデッカーよりさらに床をかさ上げしたスーパーハイデッカーも製造されている。また、定員を増やしたり、高所からの遊覧を楽しんだりすることを目的とする2階建て構造とした例がある。バスは、定期バス輸送、高速バス、通学、貸切バスまたは観光バスに用いられる。その他、市営では、 ロックポップバンドのツアー車両を含む幅広い目的で用いられる。BRT の例路線バスは多くの利用者が効率的に移動できるよう設計され複数のドアを備えていることが多い。高速バスは高速道路を走行して都市間を結ぶ。バスラピッドトランジットは ライトストリートカーやイリズバスのシビスのように、連接バスや路面電車型のバス車両を用いることが多い。路線バスや高速バスは、路線や運行時刻をあらかじめ公開した時刻表に従って運行されるが、ことが多いが、小型のバス車両は、より柔軟なデマンドバスとして用いられうる。貸し切りバスとは、特定の組織、団体のみで用いるために貸し切りられるバスである。 路線バスとは無関係に契約に応じて定められた路線運行予定に従い運行される。貸し切りバスの中には長期間の契約に基づき従業員、学生等の送迎につくものもある。また契約上は貸し切りだが路線や運行時刻を定め主に高速道路を走行して都市間を結ぶものもある。空港ではエアサイドでの従業員や利用者の輸送に 空港バスが使用され、警察や軍隊は、乗員の護送が必要な場合に、走行バスを用いる。宿泊施設や、娯楽施設、教育機関、空港、工場のような各種施設では、従業員や利用者の送迎のため、自家用、バス車両を保有することも多い。ラッピングバスバスは、広告や宣伝、成人運動、公共情報キャンペーン。 パブリックリレーションズを目的としても用いられる。バニラカーのように広報宣伝専用として使われるものと他の目的で使うバスをラッピング車両として使う場合がある。トロリーバスとは道路上空に張られた河川から取った電気を動力として走るバス。モータリゼーションによって廃れていったが路面電車や地下鉄よりも建設費が安く。 有害な排気ガスを排出しないので研究が続けられている。蓄電池を搭載したバスで第二次世界大戦後の燃料の不足した時期やオイルショック後に一時期使用されたが性能が低いのでその後廃れた。しかし近年リチウムイオン電池の性能向上により有害な排気ガスを排出しないなどの利点により再び導入が増えつつある。ハイブリッドバスは ハイブリッドカーの一種で燃費の向上と排気ガスの有害物質の排出の削減を目的として1990年代に蓄圧式ハイブリッドと電気式ハイブリッドがそれぞれ開発されたが蓄圧式は整備が半雑で低消化に適さないことから普及せず現在では電気式のみが普及する電気式ハイブリッドにはシリーズ式のパラレル式の2系統があり シリーズ式では発電機の駆動用にエンジンを使用するがパラレル式ではエンジンで車輪を駆動して加速時に補助的に電動機を使用する1920年代から1940年代にかけて石油が逼迫した時期に使用された電気式ハイブリッドバスまたは電気バスの一種で発電のために燃料電池を備えるジャイロバスは フライホイールを使用してエネルギーを蓄える電気バス。蒸気バスは蒸気自動車の一種で蒸気機関を動力として使用する。冷明期に使用されたが徐々に出力重量比の優れる内燃機関の性能、信頼性が向上したことで20世紀初頭に廃れた。連接バスは輸送量が大きいので使用される。道路交通法により 運行路線が限られるが一部の路線で普及しつつある。ありがとうございます。